恋愛するのになんで勇気がいったりですね。素直になったりするのが必要なのかよくわかんないんですけども、誰かを好きになる時にですね。傷つく必要ないですよね。行ってみましょう。恋愛するのになんで勇気がいったりですね。素直になったりするのが必要なのかよくわかんないんですけども。恋愛にね。勇気とかね。素直になるは不必要だと思います。あの、あなたがまあ、イケメンだったり、美女だったりしたら。 必要ですよ。だって自分がイケメンだったり美女だったりしたらあと必要なのは勇気を出すすと素直だけなんですよ <laughs> であの。勇気を出して自分が気に入った人に「私好きです」って言ったら向こうはあななたが美人なんだからおうって思うじゃないですか。だかだら、それだけでまあまあ、まあ、マッチングの可能性はあるんだけどもあなたがですね別にあの取り柄がなかったりですねもしくは人よりです、ね、見た目が劣ってたりした場合ですね勇気を出しても素直になっても無駄でしょ なんかビジネスだったらこれぐらいの戦略誰でもわかるのに例えばその人通りが少ないところで勇気を出して素直になってラーメン屋やってもですねモテるってそういうことだし恋愛ってそういうことだと思うんですけども勇気を出して素直になってっていうところでなんかその手の恋愛相談を見すぎあのその手の恋愛相談のなんだろう金稼いでる連中に騙されすぎなんですよ。だから、あの顔が 言えばですね。勇気を出すとか素直になるというのは正しい戦略だと思うんですけども、そうじゃないんだったら勇気を出すんではなくて、観察と戦略を練ることだと思うんですね。で、素直になるではなくて、自分を騙して相手に合わせるという方がよっぽど。なんか成功確率が上がると思うんですけども、恋愛でね。傷つくなんてありえないじゃないですか。あの、誰かを好きになるということが、恋愛の条件なんだから誰かを好きになる。 時にですね、傷つく必要ないですよね。だから多分、クズ女さんは恋愛イコール付き合うって考えてるんですね。で、付き合えない恋愛は失敗だとか失恋だと考えてるんですけど、恋愛は一方的な行為で、自分が相手のことを好きになれば、これが恋愛なんですよ。だから、クズ女さんはすでに恋愛で成功してるんですよ。ただ、その恋愛を付き合うに持っていきたいので、あの振られるかもしれない、嫌われるかもしれないということで、傷つくかもっていうふうに思ってるだけだと思うんですけどね。だから。 恋愛のね。98%は片思いでですね。で、稀に両思いがあるから尊いんだと思いますよ。あの尊い部分だけ実現しようとしてもですね。98%の片思いというのがないと、それ成立しないからな。付き合いで成功するためには、相手の行動の観察と相手にうんと言わせる戦略が必要であってですね、えー、行動としては相手の好みに自分を合わせる。 自己欺瞞であるとか自己能とか、か、自己相手を騙すで、えー。で、実際に付き合ってみたらあこれ思ってたのと違うなとかこの人私あんまり好きじゃないなと思ったらさっさと別れる「損切り」っていうんですけどねこう恋愛の方でもそういう損切りする覚悟が必要なのでですねなんかそこら辺の恋愛を特別視しないこと精神論の方にあんま持っていかないことを考えた方がいいと思います。